ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。今回もコメントを一つ。宮城さん、エブリコさんでいいのかな？コメントありがとうございます。これこそ本当のドラクエです。キャラクターとプレイヤーが共に出来事を共有できるところが他の RPG と違うところ。この感情移入度は常に結果が求められるオンラインじゃできないですよねというコメントいただきました。そうですね。オンラインはオンラインの良さがあるけど、やっぱりこのオフラインっていうとちょっと変か。この一人プレイしてる時のこのドラクエっていうのはやっぱ違うもんがありますよね。オンラインとはね、違うもんがありますね。本当に。おっしゃる通りだと思います。右に同じってやつだね。はい。ではね、続きやっていきましょう。右じゃないけどな、別に。せあるものよ、見よ、あの壁画を。世に暗黒をもたらすために戦われたラプソーンの勇姿を描いたものである。かつて、ラプソーンは暗黒の世界を作るため、我らに従わない者どもの屍で大地を埋め尽くそうとなされたのだ。ほほ。偉大な、悪人にとっては、悪人？魔物にとってはとても尊敬に値する相手、尊敬に値する人なんでしょうね。今現在地ここなんですけど、なんかあんのかな、壺とか。あるね。来てよかった。ふぅ、やばいなー。ここでザラキ撃たれたらやばいなー。どうすれ、どうしようか。溜めます。これはもう、高速でいきますね。ザラキ以外で。うわ、つえ、46。不思議な踊り。まあいいでしょう。5。いやー、5でいいかな。ちょっとダメな気すんな。尻尾突き。いや、通常攻撃。ニャンガスは、カブトモリ。ゼシカは、メラミ。ククルは、とりあえず回復薬に回ってもらって、いいね、主人公に攻撃が集中してるのは助かる。 OK、 よかったわ。後で回復できるからね。 MP が安上がりなんですよね。一人にまとめて攻撃来た方が。よかったよかった、自分でも回復できるしね。そうだ、スキルの割り振りやるって言ってたな、そういえば。じゃあ、やるか。先に。作戦ですね。スキルポイント。だいぶ溜まってるんですけどね。ゼシカ、あと1上がれば多分ハッスルダンスまでいけたんだけどなぁ。あ、杖スキルいくか。あ、そっか。見せないとダメなのか。失礼、失礼。いやぁ、ザオリクまでいくかね。スキル、杖いけばね。分かってはいるんだけどね。まあ、お色気いくよね。普通に考えて。あ、でも、お色気微妙だな。回復薬、確かに。でもね、ベホマラーっていう手があるから。賢者の石とかね。あ、今回は、ムチあたり行ってみたいかな。ムチ行ってみたいな。ムチ行っちゃうか。ムチ行きまーす。あの、地配ダイザーでいいのかな。もう一番下のやつ撃ってみたい。超強そう。ん？このレベルではこれ以上開ける？あ、そうなの？そんなんあんの？ほほう。今装備してんのかな。杖だからな。とりあえず17は貯めとくか。ムチ今多分持ってないんだよね。残念だけど。持ってないやつはあげるっていう。まあ、槍でいいでしょう、主人公は。うん。雷光一閃突きも覚えてくれんじゃない？ 77、9 まで行ってくれるとベストなんだけどな。どうすか？行ってくれる？やった、行った。これは助かりますね。伝説の槍使い、スターランサー、グレートランサー、神業の槍使い。おお、あとは貯めときまーす。ヤンガス。そうですね。ヤンガス、おのお行っちゃいましょうか。いや、ヤンガスは人情に行ってもいいかなと思ってる。でもまあ、そうですね。人情は後回しかな。
今回ちょっと格闘スキルワンチャンあるかなって思ってるんですよね。ただね、どっちにしても大魔神斬りまではいかなきゃいけないから、まあ、今んとこはとりあえず大魔神斬りで、までの、斧で、斧スキルでいきたいと思います。いや、打撃と鎌もね、ちょっと興味あるんだよね。え、ん?ここら辺の操作がいまいちだな。まとめて触れたりとかできないのかな。できないな。右ボタン押しっぱだな。はい、よろしいです。アックスファイター、達人斧使い、デストロイヤー、蒼天魔山来た、キングアックス、斧無双。斧無双ってなんか、グラビアアイドルにいそうだな。グレートアックス、大魔神斬りを覚えた。よし。さあ、ラスト、ククール。ククールはどれ行こうかな。天国への階段とかマジ使ってみてえな。前もあったんだろうけど。そうですね。バイキルトあるからね。確かに強いスキルは行きたいですね。まあこれは今はいいかなって感じかな。バイキルトように一応デシカいるんで。今レイピア使ってるから剣なんだよね。ミラクルソード回復する感じかな多分。そうですね。弓とかも今回は行ってみたいかな。皮肉な笑い、天使の眼差し。ディバインスペル、ペスカトーレ。ペスカトーレ、冷たい笑み。そうっすね、これ悩ましいとこっすね。まあでもメタルギア行かなきゃいけないわけで、まあやっぱり順当に剣スキルなんでしょうね、普通に考えたら。いやーって普通の人なら考えるからな。まあいっか、とりあえず第1段目。いや、言うて、レベリングしたいけど、レベリングすると怒られるからな。どうしよっかな。とりあえず、メタル斬りまでは、ハヤブサ斬りまでは行こうか。うん、ここまで行きます。はい。うわ、佐の騎士、そよ風の騎士、白百合の騎士、バラの騎士、最終的には、大剣豪とかなのかな。余ったこのククールのスキルをね、今回弓に振っていきたいかなって思ってます、今。前回振らなかったところでちょっと勝負してみたいっていう。ちょっとね、最初時間取られちゃいましたけど、じゃあやっていきましょう。いやー、やっぱスキルポイントの割り振りはね、これは結構動画的に大事なあれなんでね、かなり大事なファクターだと思うんで。多分ね、実況されてる方ね、剣いってると思うんだよ。ククールとか、それとちょっと別にしたいっていうのと、まあ、1回目やってるから別とこのとこで攻めたいっていう。お、聖者の灰ありがたいね。最終的にはベルガラックだったかなの景品ではあるんだけどね。これと何かで、サジンの槍じゃなかったっけな、違ったっけな。結構大事なんだよね、聖者の灰って。序盤においては特に。これは中盤だけど。この奥にラプソン様を祀る暗黒の祭壇があるぞよ。壁に描かれし憎き鳥、レティスの翼を奪った者だけがラプソンのおそばに近づくことを許される。じゃが肉体を失ったわらわには悪鬼の像を動かすことができぬ。なるほどね。あ、これはどうやって上見んだっけ?スタッだっけ?これ以上上は見れないのか?もうちょっと離れないと見れないのかな?カメラモードの終了。なんかやった記憶あるわ。この、なんかあったなこんな。像を動かしてさ、そう。どうやって動かすんだ?これか。このボタンかな?踏んでる間は動いてくれるのか。レティスの羽をもぎ取るって言ってたんで、これ多分右がレティスだと思うんで、この辺でちょっと一旦ストップ。お、一気に降りれるのはうまい。ありがたい。どっち回りのが早い?今度こそ赤か。よいしょ。あ、思ったほど逆に回ったな。まあいいか。ん?これ上の方だな、だいぶ。違うね。おお、危ねえ。
ちょっと待ってね。レティスの羽に当てなきゃいけないんだよね。こっちがレティスか？これがレティスか？あ、降りれるんだったっけ？多分そうだな、これ。右のはラプソンかな？じゃあ。よいしょ。おー、入った。ほっ。これレティスっぽいですね。そうですね。人側にいるんで多分そうですね。おー、すげえ。金色に輝いている。フェニックス。おお、おお、すげえ仕掛け階段。かっこいいな。こういうのなんかワクワクしますよね。死神貴族がお出迎えか。右に曲がれるな、ここ。これ超気になる。湧き水が。あ、回復できるんだ。ありがてえな。ありがてえな。違うな。今ちょっとね、ルフィっぽく言ってみようと思ったんだけど、全然ダメだった。ひどいもんだった。最近アラバスタ編見ててちょっと見返しててさ、ミスター3のモノマネがそのうちできそう。冗談じゃないわよーってやつね。今あんまり大きな声出せないからできないけど。まあ極めて見せますよ。すっげーなーとかって言うじゃん、ルフィが。それが真似できそうでできないんだよね。まあ、生態が根本的に違うっぽいですね。お、なんだなんだ、怪しい。魔力を高めてるデゲア。やっと追い詰めたデガス。ここでやったが100年目。覚悟するデガスよ、ドルマギス。もう逃がさねえぞ。てめえは袋のネズミ同然だぜ。兄さんの仇。絶対にここでケリをつけてみせる。